先週、川勝知事が日本学術会議の任命問題で菅総理の教養レベルが露見したなどと発言した問題です。自民党県連の幹事長が近く川勝知事に対して申し入れを行う考えを明らかにしました。この一連の誹謗中傷もしくはともすれば学歴差別につながるような発言に対してはしかるべき申し入れをするということで、今日自民党県連の中澤幹事長は先週の川勝知事の発言に対し申し入れを行う考えを示しました。問題の発言とは。菅義偉という人物の教養のレベルが図らずも露見したということじゃないかと思います。自らの教養がもう露見しますよということですね。教養のなさがですよということについて言う人がいなかったというのも本当に残念ですね。それから川勝知事は今月7日の定例会見で日本学術会議の会員6人の任命が見送られたことについて菅総理を猛烈に批判、単位を取るために大学を出たのではないかとも話し、菅総理個人を批判する内容でした。公の場において、個人の資質とそういったものに対してですね、発言言及されるというのはですね、ちょっと遺憾なものだと私は思っております。多様な方々がいる中で、確率的な考え方はいかがなものかなというふうに。川勝知事の発言をめぐっては県議会議長も苦言を呈したほか、県庁には昨日までにメールと電話で批判的な意見が401件、賛同する意見が39件寄せられています。自民党県連はこうした川勝知事の発言に対して個人攻撃をして物議を醸すのはやめるべきだと自重を促すため、川勝知事に対し近く申し入れをする方針です。